はい、じゃあね、続いてね、Z の5番、数列やっていきましょうか。まず問題がね、等差数列 AN があったときに、まあ、こんな2つのヒントがありますと。で、この状態で AN をね、N で表しなさいっていう問題なんだけど、まず等差数列確認しようか。初項 A1、交差 D とした時の一般項の AN は A1 たす N-1D だよね。でさ、今回さ、初項と交差書いてないよね。うん、から置いちゃいました。まあ、全く同じですね。一般項の式も書いちゃいました。で、この状態でさ、あとはこのヒント使ってやっていこうよ。いくよ。A2 イコール4より。まずこちらね、一つ目のヒントを使ってあげれば、これさ、N の部分が2になってるから N に2を代入するよ。うん、N に2でやるよ。A1 たす D だね。うん、D イコール4。っていうのがまず一つ目の式だよね。じゃあ一つ目いこうか。これね。うん。A3 たす A4 がマイナス1。同じようにいくよ。まず A3 っていうのは N に3を代入した式でね。つまり A1 たす 2D。はい、同じように A4 は N に4を代入するね。A1 たす 3D イコールマイナス1。ちょっと計算してみようか。2A1 たす 5D イコールマイナス1っていう2つ目の式だね。あとはさ、この1番、2番を何算するの？うん、引き算だよ、引き算。うん、そのままじゃなくて、1番を何倍するの？2倍すればね、うん、2倍して引き算しようか。そのまま書くよ。2A1 たす 5D イコールマイナス1。じゃあこれ1番2倍するよ。2A1 たす 2D イコール8だね、8。OK？ じゃあ引き算してあげて。うん、ここが 3D だね、うん、3D。うん、こっちが。マイナス9だね、マイナス9。つまり D がマイナス3と分かったね。あとはさ、これを丸1に代入して。丸1より、うん、代入するよ。A1 マイナス3イコール4なのでね、 A1 は7だね。うん、7。あとはさ、これ、まあ、星にしようか。星より、うん、星より、うん、 AN っていうのはこの式ね、見てあげてね。7たす N-1 マイナス3。 OK。 あとは計算して答え言って、どうぞ。マイナス 3N、 うん、プラス10と求めることができるね。 OK。 じゃあ確認版いきましょう。はい、じゃあね、続いてね、過去2番いきましょうか。過去2番はね、数列 BN っていうのがあったときに、こんな2つのヒントがあります。この時に BN をね、N で表しましょうっていう問題なんだけど、まずここだよね、うん、この BN プラス1イコール BN プラス 6N プラス4、これを見たら、そう、全化式の解析型ね。うん、全化式の解析型だなと思ってね。解析型のポイントはさ、ここで BN 見てさ、BN の前に数字ついてないことね、2とかマイナス3とかついてないこと、うん、ただの BN。で、後ろが N の式。N の式になったら、これ全化式の解析型ね。で、解析型、なんで解析型って、解析数列を使うんでね、解析数列の一般項ね。初項を BN。BN の解析数列を CN とした時の一般項は、BN イコール B1 たす、シグマの K イコール1から N-1 までで、後ろがね、これ CN じゃなくて、CK ね。N を K に変えてだよね。OK。じゃあやってみようか。これさ、まずそのまま書いてさ、B の N たす1は、BN プラス 6N プラス4。これっていうのが全化式の解析型ね。ああ、だから解析数列の一般項だよ。BN っていうのは、どうぞ。うん。B1 たすシグマの K イコール1から、うん。N-1 まで。N-1 まで。で、後ろが、そうそう、6K プラス4ね。6K プラス4。N を K に変えてって感じね。OK。で、B1 が今分かってない。4だ、4。でさ、まあ、後ろなんだけど、ここさ、この 6K プラス4。うん、これさ、普通にさ、まあ、これやってもいいんだよ。シグマ公式のシグマ K ってこれじゃん。うん、シグマ単体で、まあ、これ使ってもいいんだけど、まあ、シグマの後ろがもし一次式になってる時ね。うん、一次式になってる時は、等差の和になってるから。等差の和。これさ、ちょっとやってみようか。ちょっとさ、具体化してみてさ、具体化してみると、等差の和になってるから、いくよ。 K にまず1代入したらさ、 K に1代入したら何になる？6足すんで10だね。10。はい、次 K に2を代入して、12足すんで16。はいはい、次ね、 K に3代入して、サブ6、18で22だね。22。うん、一番最後、ちなみに K に何代入するの？今回 N-1 ね。 N-1N-1 代入してみると、これさ、難しい。 6N、 マイナス2だね。マイナス6足す4でマイナス2。見て、これさ、何ずつ増えてる？6ずつ増えてるよね。6ずつ増える等差数列の足し算、割になってるじゃない。 OK。 だからね、
一時式、シグマの後ろが一時式になっている時は等差の和使うからね。こっちの方がちょっと早い。うん。で、等差の和確認しながら行こうか。行こう。4たす、等差するというのは、2分の初項たす末項かける項数。2分の初項たす末項かける項数。じゃあ式作ろう。行こう。2分の括弧どうぞ。10たすはね、初項たす。うん、これだ。6n マイナス末項かける項数になる。n-1 だね、n-1。今、1から n-1 だから n-1個って感じね。OK。で、ちょっと計算するよ。4たす2分の 6n プラス8だね。で、これちょっと約分して、1、3、4。あ、書き直そうか。bn。bn っていうのが、4たす3n プラス4の n-1 だね。で、後ろちょっとバラバラしようか。バラバラして、バラバラして。3n 二乗をマイナス 3n。こっちもね、バラバラして。4n マイナス4。はい、じゃあ計算して。3n 二乗をプラス n。で、後ろなくなって、これでおしまいだね。3n 二乗プラス n と求めることができます。この形ね、この形。この形になってる時には、前回式の解差型を使う。うん。解差型の時には、解差するやつの一般項を使ってね。あとは、シグマ公式。シグマの後ろが、もし一時式だったら、等差の和を使ってみて、この方が早いからね。はい、じゃあ次の問題、行きましょう。はい、じゃあね、ラストね、カッコ3番やっていきましょうか。まあ、カッコ3番これね、an プラス bn が、まあ、これ an はもう求まってね、bn ももう求まってて、まあ、これを足し算したものが、3の倍数となるような項を小さい順に並べたとき、まあ、そこね、c1、c2、c3、点点点としていくらしい。で、まずはね、c1 を求めなさいってことなんだけど、まずはさ、このさ、an プラス bn さ、書いてあっていい？うん、an プラス bn っていうのは、まあ、これさ、もう求まってるから、代入してあげて、うん、代入してあげて、ちょっと計算しようか。計算すれば、3n 二乗をマイナス 2n、マイナス 2n プラス10となるよね。で、この中で3の倍数となるやつを小さい順に並べていくんでね。なので、一番小さいやつって n が1の時だね。n が1の時から代入しましょう。n がさ、1の時代入すれば、3-2+10だから、11。これは3の倍数。ではないよね。次行こう。次行こう。n イコール2の時行こうか。2代入して、12-4+10だね。つまりこれは、18だね。18だからこれは3の倍数。だよね。だよね。OK。まあ、なのでね、これが C1 がまずは18って分かったわけ。でさ、これを繰り返していけば、C の2だったり、C の3だったり、まあ、C の4だったり、ペン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 って出せるんだけど、大変だよね。ちなみに俺やったよ。俺やった。やって、一応ね、それね、数列になってて、これがね、解差数列になって、まあ、求めることができるんだけど、それやばいじゃん。やるのだってやばいじゃん。だから、じゃあどうしようかって。まあ、これさ、CK 一般項を出さなきゃいけないんだけど、今、こいつね、この 3n 二乗を、マイナス 2n プラス10ってやつが、3の倍数になる時を探すんだよね。だからさ、まあ、ざっくり言うと、これイコールどうなんの？3K、3の倍数だから、まあ、3K になるんだけど、まあ、こんな式作ったところで、どうしようって話になるじゃん。どうしようって話になったのは、これさ、思いっきりまとめすぎなんだよね。このさ、ちなみにさ、3n の2乗ってこれって何の倍数？3の倍数だよね。これ3の倍数って分かってるじゃん。これ3の倍数。字がちょっとちっちゃい？3の倍数って分かってるじゃん。でさ、これマイナス2n プラス10も、無理やりちょっと3の倍数作ってみないっていうお話ね。やってみよう。これさ、3n の2乗をマイナス 2n プラス10なんだけど、まあ、ここの 3n の2乗はまあいいとしましょうよ。でさ、このマイナス 2n なんだけど、このマイナス 2n をあえてこんな風に、マイナス 3n にしたら、帳尻合わせで何したらいい？プラス n でいいよね。プラス n。プラス n すれば、マイナス 2n になるよね。同じように、プラス10なんだけど、ここにもさ、3の倍数隠れてて、こんな風に、9+1でね、9+1にしてあげればさ、ここ見てよ。3n 二乗、マイナス 3n プラス9は、3の倍数だよね。だからさ、3でくくってあげれば、3括弧、どうぞ。n 二乗、マイナス n。プラス3なんて書けるよね。で、ここってもちろん3の倍数だよね。3の倍数いいかな。今この 3n 二乗マイナス 2n プラス10が3の倍数になるやつを探してるわけで、ここは3の倍数って分かったから、あとはそう、ここだよね。ここが3の倍数となればいいんだよね。いいかな。なるほど。 n
n プラス1が3の倍数となればよい。なってくれれば3の倍数たす3の倍数で3の倍数っていうのが分かるよね。 OK、 じゃあこれ式にしようか。これさ、 n プラス1イコールどうしたらいい？ 3k でいいよね。ここは3の倍数で 3k にしてあげればいいじゃん。k は自然数で読みしようか。自然数と置くだなと置く。 OK、 ここのね n プラス1ってところは 3k にしてあげれば、すなわちこいつが全部3の倍数になるよね。3の倍数だ、3の倍数で3の倍数だよね。で、3の倍数になるやつが、すなわちそれが CN、になるんでね。まあ、今回は CK かな。CK で書いてみるか。CK イコール、CK っていうのは、こいつがね、ここの部分が 3K になればいいから、まあこれさ、まあ、N の部分に、あ、これ書いておくか。ごめん。N イコール 3K-1 を今から代入するよ。まあ、この式よりもこっちでいいかな。これに代入すればさ、三角弧 3K-1 の2乗。マイナス2の 3K-1 プラス10、いいかな。 N の部分に 3K-1 を代入したいの。ここね、 N の部分に代入しました。じゃあちょっと計算しようか。いくよ。三角弧どうぞ。 9K2 乗マイナス6K プラス1、はい、マイナス 6K プラス2プラス10、はい、展開するよ。 27K2 乗マイナス18K プラス3、はいはい、あとはマイナス 6K プラス12だね。さらにこれ計算して 27K2 乗のここがマイナス 24K のプラス15となるよね。 OK、 これが CK なわけ。 CK、 あとはさ、これにシグマつけてあげておしまいね。シグマつけるよ。シグマのラージエンだね。ラージエン、そのままいくよ。 27K2 乗マイナス 24K プラス15で、計算しやすいように、まあ、シグマをさ、分配法則にしようか。シグマは分配可能よ。分配可能、分配法則のように扱っていいからね。まあ、なのでこれっていうのが27シグマ K の K 2乗マイナス24のシグマ K プラス15のシグマっていいかな。この K 2乗と K と、まあ、ここはないからさ、このままこんな風にね、シグマの場所をね、変えてあげてね。あとはこれ公式使っておけば、これはいいかな。シグマの K 2乗は6分の1 N N たす1 2N たす1いいかな。まあ、N は一応ラージ N にしといてね。今回ラージ N だね。マイナス24、同じようにシグマ K が2分でした。2分の1 N N たす1だね。で、最後、プラス15のシグマ単体がN ね、OK。で、これさ、ちょっと約分しようか。これさ、3でやって、2、9だね。でさ、これ分数出てくるときに計算大変になるから、分数でくくることを意識して、分数でくくる。いや、分数でくくる。分数でくくろう。いいかな？分数でくくることを意識して、こうするとね、計算ミスがとても減ります。いくよ。まずさ、2分の1。まあ、N もあるから、N でくくっていい？ 2 分の1、ラージ N でくくってあげれば、一番最初が9だね。9括弧、N たす1、2N たす1でかな。で、次ね、2分の 1N を前に出してるから、マイナス24。24で、24ですよね。で、後ろが、30ね。2分の1出してるから30。はいはい。N は持っててるよ。でさ、これ見たら、3でも来るね。3で来るか。2分の3、ラージ N の3。あ、ここ展開しちゃっていい？こうさ、2N2 乗を N2N たす1。で、3出すよ、3出すよ。3出して、マイナス 8N たす1。3出して10だね。はい。じゃあこれバラバラしとくか。2分の 3N バラバラするよ。展開して 6N2 乗 3N6N3、 はいはい、マイナス 8N マイナス8たす10、はい、計算するよ。2分の 3N どうぞ。 6N2 乗、はい、N の部分が9でプラス1だね。プラス N 数字がプラス5だね。プラス5。あとは2分の3かけようか。2分の3かけてあげて、一番それが 9N2 乗だね。 9N2 乗を2分の 3N2 乗をプラス2分の15ラージ N でいいかな。
OK、うん、大丈夫かな、うん、こんな風になりましたというところね。まあここかな、ここさ最初さ見るよね、まあ、3の倍数となるんだから、まあそのままさイコール 3K と置きたいけど、まあこのまま置いてもまあ仕方がないね。この後どうしてるか分かんない。だけどここにね3の倍数があるじゃない。で、マイナス2のプラス10、まあ、ここの部分には3の倍数がないように見えるけど、無理やりこうやって作ることはできるよね。無理やり作って帳尻合わせ、無理やり作って帳尻合わせ、そうすれば3の倍数の塊ができます。あとはここの部分が3の倍数となれば良いんでね、うん、ここがね3の倍数となれば良いということが分かったから、ここをねイコール 3K としてあげて、あとはね N を 3K マイナス1としてこいつにぶっこんであげれば、この式が絶対に3の倍数になりますよってお話。 OK、 あとはこの計算しただけっていうところかな。 OK、 じゃあね次の問題いきましょう。